男の人久しぶりじゃない、はい、働くあなたの人事総務サポーター社会保険労務士の白川圭一です。よろしくお願いします。別名ベーちゃんと思います。はい、ベートーベンのベーでございますね、はい、今日も相変わらずチリチリでいい具合です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。道田さん、まもなく8月も終わろうとしてるんですけれども、はい、実は我々社労士にとってこの時期ってちょっとした思い入れがありまして、実はあさっての8月28日日曜日はですね、その社会保険労務士の国家試験がありまして、はい、私も数年前受験しまして、通常例年8月の末に行われるんですけれども、特に私恥ずかしながら1回で受かったわけじゃなくて、何回も難しい試験なんだよね、チャレンジした上で合格しまして、で特にこの時期夏真っ盛りなので、祭りだ花火だ、そしてこの青い空、海だ、そう、女の子だ、はい、楽しいこといっぱいだ、おっしゃる通りそういった誘惑に一切目をくれず、勉強したということで、あまりいい思い出はないんですけども、ね、お気の毒でした、はい、もしこの放送を聞いてらっしゃる方でその受験される方いたら、エールを送りたいと、あと2日ぐらいしかないですけども、今年の夏を乗り切れば、楽しい夏が毎年待ってると。そうだね、はい、これがエールになるか分かりませんけども、私はこの土日も遊びに行きますし、はい、そもそもこのラジオ、その受験生がねこの時期に聞いてるかどうかというのもちょっと定かじゃないんですけども、まずこのエールを送りたいということで、はい、楽しいですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと、そして本題なんですけれども、やっときた終わっちゃいますどうぞ。皆様通常生活してる中において、あまり意識はされてないんですけども、いろいろなその法律を守られて、それに関連する法律っていうのがあると思うんですけども、例えば道田さん車運転されますよね、そうするとその中で守らなきゃいけない法律というのは、道路交通法ですか。そうですね、はい、おっしゃる通りで、なかなかそれ普段意識されないと思うんですけども、全くしてないでもちゃんと守ってるもんね。そうですね、はい、そうですね、であと我々がその仕事する中で会社が守らなければいけない法律として一番最初に来るのが、労働基準法。あ、そうですね、はい、いわゆる労基法ですね。労基法大事、はい、労基法を違反してんじゃないかって監督署に来ちゃうぞみたいな、いわゆるあれですね、はい、あれってなんかわかんないんですけどただその労基法でもその全てのことをその定めてるわけではなくて、例えば最低いくらいくら払わなきゃいけないとかいうのは最低賃金法というのが別にあったりとか、あとはその労働者の安全や健康に関することは労働安全衛生法とか、その別に定める法律があります、また会社ごとのルールですねとか、その人がどういった働きをするかというのはその会社ごとの就業規則であったり、あるいは個々の雇用契約書だったり、そういったものを定めてるんですけども、それもあまり皆さん意識されてないというか、最初に会社入った時にいっぱい書類もらってそこに印鑑をしたりとかで、そのままだったりとか、就業規則なんかも実際あっても見なかったりとかすると思うんですけど、ないない、本当に見ないですよね、はい、私も偉そうなこと言ってますけども、私もサラリーマンだった頃はもう一回も見たことありませんし、ね、辞める時もちゃっちゃ反抗して終わっちゃったんで今日はですね、その反省の念を込めて、そういうようなお話を紹介しまして、ぜひですね、一度そういった皆様は働く上でいろいろ守らなきゃいけない法律があるということをその認識された上で、またご自身がどういう契約をなされているかとか、あと会社でどういったルールが定められているかとか、それを一度知っていただくチャンスかなと思っております、ただしですね、いきなりその上司のとこ行って、私の契約書どうなってんですかとか、社長労基法持ってますかとか言って、そこで職場の人間関係とか悪くなっちゃう可能性がありますので、それは皆さんは大人なんで、聞き方はちゃんと考えていただいて、わきまえて ね、ちゃんと順番守るとかね、はい、そこでちょっと変なことになってもそこはちょっと責任を追い込めますので、はい、はい、大事なことなんですけど ね、 そうですね、なかなかそこが一番、はい、肝心かもしれないんですけど、自分に何か起きないと自分のこととしてね、なかなか受け取れなかったり認識できなかったりもするんだけど、本当に自分のことは自分で守らないといけないからね、そうですね、はい、素晴らしい、はい、
はい、勉強しましょう、まあ、ぜひぜひ私も勉強しますまた、はい、来月もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ベイちゃんでございました。